はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日は同時期に来ているこちらのねガチャ、見た目は豪華、中身も豪華ということで、こちらの CL ガチャ、実際引いていきたいと思います。呪霊の方していきたいと思いますが、まあリアルの方ではね、ウェファチャンピオンズリーグはレアルだったりパルスアンジェルマンのね敗退によってちょっとドタバタ感があるかなとは思いますが、まあこのガチャの中身もねかなり豪華なのでね、実際10連引いていきたいと思います。では行きましょう。どうぞ。さあ行くぞ。はい、ということでガチャ引いていきましょう。ちょっとねリセットしていきますね。はい、ということで行きましょうか。いや、まあ育成でねちょっとガチャ引いてしまってたので、まあねリセットしていきましたけども、さあ一発目金ということで、さあ誰。オッケー、アレオラですね。アレオラにデアンロブレンに、おー、タディッチ、タディッチですね。いやー、レアル戦かなり活躍してました。タディッチ、ありがとうございます。いや、タディッチちょっと残しておきたいですね。ちょっと能力値見ていきましょうか。あー、なるほど、なるほど。あー、ちょっと能力値的に、あー、でも、スキルがかなりありますね。いやー、レアル戦かなり良かったですよね。はい、ということで、2連目も見ていきましょう。さあ、行きましょうか。いや、まあ、黒率半分なんでね。もう、え?銀?ここで銀、マジか。ああ、ベンタレブに、ロジェル・アサレにマクケニーということで。ここで銀出していく。ということで3連目もどんどん引いていきましょう。いや、半分だから、ま、黒ここら辺で出しておかないといけないですよね。さあ行きましょう。いや、待って。金。おー、ペレーラに、ヌディアイに、ピッチーニということで、いや、ガチャの方ではビッチーニしていただきたいと思いますけども。さてさてさて、4連目ですか。いや、もう黒出さないといけないですよ。確率半分なんでね。さあ行きましょう。え?待って。マジか。いや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 。はい、ということでちょうど半分ですね。5連目。いやいや、今まででは、金、金、銀、銀ですか?いやー、厳しい。おー、オッケー、ここで黒出していく。さあ、半分で黒出して、2連、いやー、それは厳しい。モライス、いや、モライスめっちゃ来るな。そして、セルジロ、おー、長友さん。長友さんですね。いいですね、これは。長友さんね、スキルが追加されたのでね、ぜひね、こちらに移行していただきたいと思いますけども。はい、ということで、折り返し点来ました。6連目。いや、もう6連目か。なんか早いですね。いや、黒。出していきましょう。さあ、黒横でずれていく。これはずれていく。いや、待って。金。マンジュキッチン。おー、デルフ。ファビアンデルフに、もう一枚来い。いや、イスマイリー。はいはいはい。ありがとうございます。さて、もう早いもので、次が7連目となりますね。いや、引いていきましょう。さあ、ビッチーにはならずに、さあ、黒が出ていく。黒、これはずれる。これはさすが。ダニーローズに、スモロフに、いや、もう見たな。もう見えたな、これ。あー、ベルエルなんです。いや、マジか。このガチャでかなり黒い、まだ1体しか出してないのはまずいな。はい、ということで8連目も引いていきましょう。いや、あと8、これ入れて3回しかないのでね、ここら辺でビッチーにならず、ビッチーにはなら黒横。もういい加減。3連続です。3連続目も関係ねえ。ペリン、アルビオルに、来い!わー、リンデルフ。アルビオルはね、FP で来ましたけども。いや、かなりいいですよね。かなりいい選手だと思いますね。はい、ということで、9連目、引いていきましょうか。さあ、もうそろそろ出していいよ。今んとこ黒一発しか出てませんからね。オッケー、これで黒横4連続。いや、マジか。マジか。黒横4連続でさらに出していけない。これ、まずいな。はい、ということで、ラストがやってきてしまいました。はい。9連引いて黒一つ。ラストで出していきましょう。ビッチーにはならず。さあ、見るな、ジョレンテ。ヘファー、フィールヘファー。マジか。はい。ということで、急遽企画変更。黒出るまで終われません。行きましょう。11連目。いやいやいや、もうね、黒いった、お。いやいや、待って、それはそれでなんだよな。それはそれでなんだよな。企画変更した直後に黒出していく。そうなったら3つ連続出していきましょう。いや、1つかーい。おお、マネにマルシャル。これはいい、神引きではありますけど。いやー、ファミアン・ルイスかー。
はい、ということで続けてですね、こちらの黒角もね、引いていきたいと思います。いや、トップセールスランキングね、おめでとうございます。はい、そして黒はこんな感じですね。さあ、引いていきましょう。いや、もうここでビチー聞きましょう。ビチーを鳴らしていきましょう。ならない。ならずに、さあ、誰？勝手にフェルナンジーニ予想。誰？カバーニー！カバーニか。オッケーオッケーオッケー。いいですね。カバーニかなり強いですよね。はい、ということでですね、こちらの見た目は豪華、中身も豪華、ただ闇ガチャという CL ガチャを引いていきましたけども、いかがでしたでしょうか。いやー、11連引いて黒2体ですからね。いやー、これはかなり渋い内容でしたけども。はい、ということでこの動画がね、かなり飯馬だなって思った方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。